も源氏さんお願いします。今日はですね、ついに僕にですね、新しい家族が増えたので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。では早速行ってみよう。はい、ということで本日は僕源氏にですね、ついに家族が増えたので、そちらをご紹介したいと思います。本当に嬉しいんです。本当にもうついつい笑顔がこぼれてしまって、もう可愛くて可愛くてしょうがないんですよ。ですので、こちらはですね、ご紹介していきたいと思います。じゃあちょっとカメラ移動しますか。はい、緊張する。ちょっと待って、緊張するんですけども、はい、今ちょうどね、はい、ほら来た、ルルルル、ほら、こっちに向かってきたのがルルです。ルル、そしてなんとハートマークがあります。ルル、あ、かわいい。全然こっちに来ない。ルル、あー、ちょこちょこしてる。ルル、かわいいな。ルルです。かわいいよ。しかもさ、源氏の視点ではもうこんな感じなんですよ。こんな感じでひょこひょこ歩いてるんですよ、部屋の中を。かわいい、本当にかわいい。はい、ということでルルの説明になるんですが、2日前に家に来ました。で、種類なんですがスコティッシュフォールドでございます。で、2ヶ月ぐらいです。生まれてからまだ2ヶ月ぐらい。本当にかわいい。で、特徴としましては、まあ、こちらの映像にあるように、家に来てから背中にね、ハートマークがあることに気づきました。で、行っちゃったんですけど、ここからはね、ルルの可愛い映像をね、見ながら説明したいんですが、まあ、なんでルルと名付けたかなんですけども、見てたら直感です。直感でもう、あ、こいつはルルだと思いました。で、男の子、オスメスかっていうとオスです。男の子です。はい、で、実家で猫を、まあ、合計3匹飼ってたことがありまして、まあ、今でもね、たまに実家帰って、僕のね、チャンネル昔から見ていただいている方が分かると思うんですが、よくね、ピコに会いに行くんですけども、今回一人暮らしのこの家でもルルを飼いました。今もう何してるかというと、あー、ルルが来ました。で、特徴としましては本当に可愛いんですけども、顔にね、ヒゲみたいのがあるんですよね。はい、ですので今後もね、もしかしたら動画でルルがね、登場してくるかもしれませんので、まあ、ぜひよろしくお願いいたします。で、多分ね、インスタグラムのストーリーとかでガンガンルルの、インスタストーリーとかね、やると思いますので、まあ、ぜひね、インスタグラムとか、あとセカンドチャンネルの方で、ルルのシーンとか、あ、見ていただければなと思います。はい、ということで今下にですね、ルルがいるんですけども、このルルと今後ですね、楽しい人生を歩んでいきたいと思います。いや、本当に可愛い、マジで。はい、ということで、ここからは今来た時にね、撮ったものだったりとか、あとは、どうした、可愛い。初めて家に来た時の映像をご覧ください。どうぞ。はい、ということで、名前決めてないんですけども、手が震える。本当にね、なんかもう愛おしすぎて声が震えてるし、手も震える。子宮に泣かなくなった。見えてきた。ああ、泣き出して。めっちゃ可愛い。泣きそう。可愛すぎて。可愛すぎるな。ということで、これさ、どう思う、この方。なんで？いいかな、これで。いいんじゃない？いい。うん、じゃあちょっとね、移動しようか。かわいいな。かわいすぎるな。名前決めてないけど、あ、よいしょ、ね、これも欲しいでしょ。何これ、かわいさ、かわいい。
配慮でご覧いただきました。はい、ですのでこれからももしかしたら登場するかもしれませんので、ぜひねルルの動画楽しみに待っていただけたらなと思います。ということで、少しでもルルが可愛いなと思っていただけたり、現地を見えそうと思ってくれる方がいたら、ぜひ高評価そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。バイバイ。